ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス AMG S63 クーペ2015年式27100キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。やってまいりました。はい、はい、もう文句なくかっこいい。かっこいい、はい、ただかっこいい。それに尽きると思います。ですね。はい、これ以前あのボンド名古屋の方でカスタマイズさせていただいた車両が買い取りで入庫したということ で、はい、今回ご案内させていただく形になります。うん、もうかっこいいですよね。かっこいいです、はい、もう本当普通にかっこいいです。で、まあ、シンプルであるんですけどいろいろ手が加えられてるみたいなの で、ね、まあ、ちょっとそのカスタマイズしているポイントなんかも踏まえてちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい、で車の方が、まあ、2015年式ということで、はい、まあ、前期に当たる車両だと思うんですけど、そうですね、僕 S63、まあ、まあに限らずなんですけど、うん、なんかこの方に関しては前期も後期も割とかっこいいなっていう。確かに。でもそうですよね、前期が古く見えるのかったらそんなこと全然ないから。そうなんですよね、不思議ですね。だいたいこう歴代後期が出ると、うん、まあ、ライトがちょっとキラキラっとしたりとか、はい、でランプが LED になったりとか、うん、ちょっとバンパーがシュッとしたりとかしてかっこよくなってきたじゃないですか。でこの方から、まあ、もちろんそのパナメリカのグルーかっこいいですし、うん、まあ、テールなんか後期すっごくかっこいいと思うんですけど、はい、なんか前期もすごく雰囲気いいですよね。いいですね。うん、で特に僕好きなのはこのグリル。はい、うん、最近パナメリカーナ、前の動画でももしかしたらちょっと同じこと言ってるかもしれないですけど、はい、パナメリカーナって最近増えてきたんで。そうですね。あえてこのまんま、うん、っていうのは全然ありですよね。はい、全然あり、うん、ツインブレードって言うんでしたっけ。はい、なんかちょっとクラシカルな雰囲気。そうですね、うん、パナメリカーナも、300SL からの流れなんで、はい、まあ、クラシカルですけど、そうですね、うん、これもその昔の、はい、ですよね。そうです。グリルがなんか進化した感じ。はい、だと結構そのグリルが割と目を引く部分だと思うんですけど、バンパーも結構前期後期で形全然違うんですよね。後期になるとちょっとメガネっぽいというか、そうですね、はい、つながっててこう両サイドがグワッて広がってる感じ で、それが前期だとちょっとこの違った形になった、うん、でこれ僕ちょっと新しい説を今回読み物で発見しまして、はい、何でしょう。このバンパーのこのシルエットあるじゃないですか、この黒いライン分かります？はい、この黒くなってるライン、これがAMG の A をデザインされているとかっていう説をちょっと読み物で読みまして、本当かどうか分かんないですよ、その読み物の解釈も分かんないですけど、でも見た瞬間にあ、確かにと思っちゃったんですよ。この上がるデザインと、はい、この一本シュッティ、はい、真偽の方は定かじゃございません。そうですね、はい、でカスタマイズのポイントとしてはこの、うん、ここの部分がラッピングで黒くなってるんですかね。はい、でこれはちょっと元からの黒ですね。でよく見ないと質感がわからないぐらい、はいはい、同じぐらいの分かんないと思いますよ、ツヤ感で。そうですね、両方黒くなってると。はい、でここはあえて触らないのはポイントなんですよ。うんうん、そうですね、あえて、うん、確かにここ触っちゃうとなんかちょっとやってんなっていう。あ、そうですね、はい、なんかねちょっとこうなんていうんですかね、やりすぎ感じゃないですけど、うんうんうん、なんですか、ちょっとグリル周り全部やってしまうと表情変わってしまうからかな。うん、確かに。でこの辺のボネットのバッチなんかも暗くなってたりとか、はいね、はいはい、これもちょっと割とこうワンポイントで、はいはい、結構メーカー問わず最近ちょっと黒くスモークかけたりとか、うん、真っ黒クロールしちゃったりなんかっていうのが割と定番カスタムですけど、はい、この車もしっかりやってると、はい、あとヘッドライトが、63になると、うん、サワロフスキーのパッケージが標準ですんで、はい、キラキラです。僕数えたことなかったんですけど、はい、資料見たら47個そうです、はい、ヘッドライト側に17個、うん、はい、その上に、30個お、これなんかスワロフスキー社に送ってなんか加工してるとかっていうのをなんかちょっと見た。そうなんですか。スワロフスキーをベンツが仕入れてつけてるわけじゃないんですね。みたいですよ。パーツを送って組み込みみたいな。あ、そうですか。ただヘッドライトにスワロフスキーってもうどういうお金のかけ方というか、はいはい、まあ、しっかりこの辺なんかもやってあると、はい、であとはもう早速横行きましょうか、うん、これ横はちょっと長くちょっと時間を取りたいぐらい、はいはい、もうこのプロポーションとこのホイールと車高と、はいはい、もうすごい絶妙なところでマッチしてません。そうなんですよ。もう車がめちゃかっこいいじゃないですか。そうですね、ってそうですね。で特に僕好きなのはこのラインなんですよ、うん、あ、この分かります、前に向かってじゃ上がりつつこの曲線、はいはい、で下もラインがあるんですよね、うんうん、
そうですね。だなんかこうクラシックなシルエットがこう生きてるというか、はい、で最近新しい SL が、はい、ちょっとネットで画像が出てきましたけれども、はい、そうですね、あれもなんかちょっとこう新しいこうパーツ、うん、個別に見ていくとついてるんですけど、うん、なんか全体的なシルエットとか、うん、この辺のプレスラインとか、うん、なんかこう全体的に雰囲気がなんかちょっとこう、うん、クラシックが彷彿とさせるというか、うん、なんかこれもちょっとなんかつながる気がするんですよね。そうですね。あとこのボディのデカさと長さと、うん、ただセダンよりかは9センチぐらい短くなってる、うんうん、はい、ただこれをもうほぼ2人で、うん、まあ、基本的には使うような車になってくるんで、ね、うん、もう下手したらちょっとレースの セダンより、うん、もうちょっと贅沢な感じじゃないかな、はい、で、あの大人4人で乗れますしね。そうなんですよね、はい、リアシートも普通に使える車なんで、ただ乗り降りの部分だけですよね。そうですね、はいはい、乗ってしまえばっていう感じです。そして足元がやってまいりました、はい、ADV1 かっこいい、はい、これはあの僕ちょっと、まあ、いろんな意見あると思うんですけど、本当に10人いたら10人かっこいいねって言ってくれるぐらい、はい、そのぐらいなんかもう、うん、ハマってるというか。そうですね、はい、王道であり、はい、めちゃくちゃかっこいい、はい、組み合わせじゃないかなと。そうですね、はい、まあ、もちろん中にはもうメルセデスいじっちゃうのどうなのとか、まあ、アメターに興味ない方もいらっしゃると思って、うん、はい、まあ、全員が全員じゃないかもしれないですけど、本当にそれぐらい多くの方に、おかっこいいじゃんこれって言ってもらえるぐらいの組み合わせじゃないかなっていう、はいはい、でサイズの方が一応ごめんなさい、サイズの方が22インチ、はいはい、フロントが255-30-22、もともと MG の時点で純正 の、 あの500なんかよりかも、はい、550なんかよりかもサイズアップしてるんですけど、うん、そうですね、さらにサイズアップして、はい、22インチがもう普通に入っちゃってるという、はい、でまたサイズというかこのタイヤとホイールの組み合わせも絶妙なんですよ。絶妙ですね。これちょっとムチッとさせちゃうとまた雰囲気違います。そうなんですよ。この若干引っ張ってる感じ、はい、もう言ったらちょっとカッコつけてる、はい、そのぐらいのさじ加減すごくいいなっていう、はい、そうですね、はい、そして今回フィニッシュも天面がブラッシュドですかね、うん、はい、そうですね、この面とこのリムの縁だけブラッシュド、はい、あと他の部分に関してはポリッシュ仕上げられているという、うん、でこれが最近あのやっぱり手間がかかりすぎるっていうんで、うん、いろんなアメタメーカーがやめちゃってるみたいな。やめちゃってるんですよね、はい、いや、やめてるからなんかこの車よりそう、はい、ですね、レアなちょっと、ね、そうレアな、はい、そしてもうこの伸びやかなスポークと余計なんかこう大きく見えるというか、うん、そうですね、うん、非常に、うん、でも、スポークこのデザインがすごくなんていうんですか、エッジが効いてるんで、はい、車がちょっと見ではポテッとしたデザインに見えるんですけど、足元がすごくシャープになることによってバランス良くなってますね。確かに、うん、そしてこちらのホイール内側までシルバーのタイプなんで、はい、割とこう全体的なホイールのシルエットが、うん、はい、まあ、メンテナンス性を考えると中黒かったりすると、はいはい、手入れが楽だったりとか、まあそうですよね、しますけれども、うん、はい、非常にかっこいいホイールになっているんじゃないかなと思います、はい、そして今回の車はダイナミックパッケージがついているということで、はい、赤いケルパーに乗ってて、うん、で車高の方が、ロアリングですかね。はい、そうですね。で結構低めに、はい、ちょっと低めですけど、ちょっとぜひこれで乗っていただきたいね。えかっこいいです。で車内 の、 スイッチで上げたりもできますし、はい、はい、まあ、あとはもちろん AMG、うん、ライドコントロールなんで車速が出ればさらに車高を下げるような機能も備わってるんで、まあ、あとはロアリングで微調整できますからね。そうですね、はい、はい、ご相談いただければ、はい、お車の際にベストな車高にしていただくっていうのもできると思います、はい、で横のこのエンブレムなんかもしっかり黒く、うん、はい、こちらペイントカスタマイズですよね。そうです。してあったりだとか、うん、あとはミラーの黒いのなんかは多分これもともとですよね、はい、うん、はい、なんですけど窓枠なんかはしっかり黒くなってた、うん、はい、あとサイドスカートもこれ多分もともとシルバーじゃなくてかな。そうです。そこも黒くなってる。はい。そしてドアノブなんかの細かいところも黒くなってる、うん、はい。でパノラマがついてる車なんで、うん、なんかちょっと黒のバランスが増えても、はい、比率が増えても、まあ、バランスがちょっとこう保っていってる感じ、そうですね、しますよね、うん、はい、そしてリアのホイールもリアコンケーブすごいですね。コンケーブすごいですよ本当に。なんかお手本のような、はい、ちょっと足元に こだわりを持つ飯村店長がプロデュースした車ですから、はい、もうバチバチのバチバチで間違いないです。サイズフィニッシュコンケーブのホイールが入ってます、はい、
でこれ買ったら結構どころじゃないですからね、はい、あの普通に国産コンパクト買えちゃうぐらい、うん、買えちゃうぐらいの、はい、金額なんで、はい、これをついてくるっていうのはかなりお買い得じゃないでしょうか。そうですね。そして後ろに行くと、まあ、テーブルランプなんかは前期なので、はいはい、こちらのタイプのテールランプ、そしてこのテールランプ上の部分と、はい、まあ、モールというか、はい、ガーニッシュというか、はい、部分が黒くなってて、はい、そうですね、エンブレムなんかもしっかり黒くなってる、はい、これ取っちゃうんじゃなくて、はい、あの黒いまんま残すのが、うん、黒くして元に戻すのがちょっとにくいですよね、はい、まあ、こんな感じになっております。そしてマフラーのエンドなんかも黒くなってて、うん、でこれちょっとエンドが AMG の、パフォーマンスのエンドで、はい、ちょっと見た感じそのまんまかなと思いきや、思いきやなんとカプリストのマフラーに交換されているということで、はい、でこれがまたいいのが、うん、E マークがついてるんで車検がねそのままいけちゃう、はい、そうなんですよ。でもちろんその車検の合格をあの保証するものではないんですけど、はい、まあ、どうしても車検に必要な、うん、マークなんて、そうですね、まあ、ついてるに越したことはないと、はいはい、こんなマフラーが装着されています、うん、でこれも結構買ったら結構どころじゃないですね、これも、はい、かなりの金額するんで、まあ、今回かなりお買い得な車両になるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ続いて内装をご紹介させていただきたいと思います。はい、まあ、機能についてはもう、うん、あのもう全部ついてます全部そう、なんかね今更、はい、まあ、仕様の紹介メインになるかと思うんですけど、はい、まあ、一番スタンダードって言ってもちょっと語弊がないですかね、うん、黒のこのインテリアと、はい、あとポプラウッドの、このパネルが標準になるんですかね。そうです、うん、アッシュウッド の、 あのシルバーのやつがオプション、そうです、メタライズドアッシュはオプション設定ですね、はいはい、にもあるんですけど今回は一番スタンダードなタイプ、はい、だこの辺もだからなんかこうシックな感じで、うん、はい、あの落ち着いてる感じですよね、全体的な雰囲気が、うんうん、外装のこのホイールに合わせて格好つけてもいいと思うんですけど、はい、もともとこの形状だったりだとか、はい、デザインだったりとかめちゃめちゃ豪華じゃないですか、はい、エレガントだし、うん、はい、だから意外にこのシックな内装っていうのは車のキャラクターに合ってるのかなと、うん、そうですね、いい感じだと思いますね。そしてドアから見ていきましょうか。一応ブルメスター確かこれ60何万円するんですよね、はい、この辺なんかもしっかりついてる、はい、そしてあとはさすがでございます、全部、うん、レザーです、レザーです、はい、でこの辺なんかも、そしてシートヒーター、ベンチレーション、さらにはマッサージまで、はい、運転しながらマッサージを使えるという、はいはい、もう僕にはわけがわからないぐらい、はい、快適装備が、これあれですよね、運転席から助手席の方のシートの採用でございます、ね、はい、はい、調整もできたり、そうですね、これですね、こっちですね、Rボタン、はい、なんかもできるんで、はい、あーなんてやらずに、はい、そうですね、スマートに助手席の操作もできちゃうと、はい、あと内装に行くと、まあ、ちょっと正直ステアリングに関しては、うん、まあ、好みだったり機能だったりだとか、うん、はい、もあるんで、はい、まあ、ちょっとデザイン含め、うん、分かれるところかなと。そうですね、はい、ただメインの機能に関しては後期になってもそんなにこう後期めちゃくちゃこの優れた機能がついてるんですよっていうのはあんまりないんですよね、うん、そうですね、はい、ADAS がちょっと進化してたりだとか、はい、あとその他快適装備がちょっとブラッシュアップされてるっていう感じなんで、はい、まあ、必要なその快適装備だったり、あとはナイトビジョンなんかももう前期からしっかりついてくるという、はいはい、こんな感じになっております。じゃあ続いて乗ってみたいと思います。でスカフプレートはしっかり AMG の光るタイプ、そしてマットも AMG のマットでございます。そしてこのソファーのようなどでかい、うん、もうめちゃめちゃ柔らかい、はい、そしてこの包み込まれるようなシート、はい、そしてちょっと機能を端から見ていくと、うん、はい、ステアリングのアシスト、ステアリングアシストですね、はい、レーンキープ、レーンキープ、はいはい、パーキングの、カメラですね、違います、パーキングのオンオフ、パークセンサーのオンオフ、はいはい、そしてカメラナイトビジョン、はいはい、あとこれがヘッドアップディスプレイですかね。そうです、はい、もう全部ついてますよね。はい、全部ついてますそしてメーターの方は 12.3 インチかな、うん、はい、の液晶、そして同じぐらいのサイズの、うん、はい、ナビ画面と、はい、そしてハンドルこんな感じで、うん、はい、一通り、まあ、マルチファンクションというべきか、はい、オーディオの操作と、うん、はい、あとこっちのナビの方の、うん、ナビじゃない、メーターの方の操作、はい、あとはディストロニック、はいはい、なんかもしっかりついてございます、うん、そしてメーターこんな感じで、この辺ももう結構おなじみですよね。はい、はい、こんな感じで一通りついてございます、うん、はい、まあ、表示が結構前期後期で、まあ、違うその辺はあるかなっていう
感じでございます、はい、そしてナビも、うん、もう結構あの前期後期で画面のサイズが違うと か、うん、なんか表示が大きく違うとかありますけど、うん、まあ、前期でもこの大きさの、そうなんですよ、そうなんですよね、うん、昔で言ったらなんかそのナビ画面の大きさで前期後期見極めてた、ちょうどあの3パチ入ってましたけど、ね、はい、ありましたけど、うん、もう全然使い勝手のいい、はい、そしてこの辺の操作なんかもおなじみのっていう感じの、うん、はい、がしっかりついてきます、はい、うん、はい、そしてこの辺でいくとマッサージだったりとか、うん、はいはい、あとメディアに関して もうメルセデスですから、うん、一通りついてくると、うん、はい、テレビなんかもキャンセラーが今回ついてるんですよ、はい、そうですね、はい、しっかり使っていただけると、はい、あとエアコンに関しても当然のデュアルゾーン、うん、はいはい、あとステアリングのヒーターなんかも確かついてくるんですよね、うん、はい、そして灰皿未使用です、はいはい、だとこの中は前期はディスク入るようになってて、うん、そうです、でこれ持ち上げると、はいはい、ドリンクローターもこんな感じで入っております、はい、そしてここに光ってる、うん、足元にも光ってる、うん、この辺のアンビエントライトに関しては、それでしょうっけ、うん、はい、車両設定、うん、あ、そうです、はい、でライト、はい、ちょっと待ってくださいね、あれアンビエントライト、ありました、はい、はい、こちらでございます、うん、はい、あれ後期だとなんかもう64色とかできるんですよね、そうですよね、はい、はい、まあ、前期でも7色ですか、うん、6色ん7色ですかね、はい、はい、ね、こんな感じで変えられます、はい、じゃあピンクあたりにしてくれですか、はいはい、こんな感じになっております、うん、はい、あとはこの辺はもうおなじみモードの切り替え、足回りの切り替え、車高のアップ、はい、この辺はもう安定のっていう感じかと思います、そうですね、はいはい、そしてやってまいりました、うん、アフォルタバッファーマーク、はい、いいですね、エンボスでしっかり入っててこの両方開くやつですよね、そうです、はい、なっております、はいはい、そしてルーフに関してはルーフも結構色あるんですよね、はい、はい、今回の車は内装のこのシートの色と同じブラックの、うん、はい、そしてバイザーは、はい、こんな感じでございます、はい、いいですね、ちゃんとプラスチックとかビニールじゃないんですよ、はい、そう、はい、いいですね、そしてこのどでかいパノラマは、うん、シェードが開くだけですよね、はい、そうです、はい、うん、こんな感じになっております、車の中明るいですね、だから明るいね、はい、これがついてると全然いいよ、そしてもうあと操作関係、はい、ペダル関係に関してはもうゆったりです、うん、もうこれ以上にないってぐらい、はい、非常にゆったりでございます、そしてレイアウトも自然なんで、はい、まあ、非常に乗りやすいかなと、はいはい、で今回の車はレーダー探知機と、はい、うん、あとドライブレコーダーが全5でついてるんですよね、はい、そうです、はい、この辺も後から買うと結構しますからね、うん、はい、ついてるとありがたいんじゃないかなと、はい、はい、こんな感じになっております、続いてリアシートを見てみたいと思います、はい、リアシートはこれを倒していただければ、うん、そうですね、はい、自然にこう前に出て、はい、乗り込みやすくなると、うん、まあ、言ってもちょっとこのスマートに乗れるかって言ったらちょっとこう、うん、こうこういう感じですけど、ね、まあ、うん、はい、乗れると、はいはい、そして中に入ってしまえば、はい、めちゃくちゃ快適なんですけど、そうなんですよ、はい、でウィンドウはこれ後ろから下げられないんですね、うん、そうですね、前の席のここで、はい、はい、カメラマンお願いいたします、はい、うん、開けると、はい、はい、でピラーがないんで、うん、割とこう閉塞感もないんで、そうですね、はい、うん、いいのかなという、うん、そしてでスペース的なものでいくとちょっと一回倒しましょうか、うん、これ、はい、はい、よいしょ、あ結構後ろまで来ちゃいますね、うん、はい、一番後ろまで下げちゃうとさすがにぶつかっちゃうんですけど、うん、はい、これ多分全然僕が足届かないシートポジションのセッティングなんで、はい、まあ、適正値にすれば、うん、そんなでもないかなっていう感じですね、はい、まあ、拳1個入んないですけど、入んないですね、普通にでもこれも下がってんじゃないかな結構、はい、はい、つま先も入りますし、そうですね、あとは何より椅子のこのお尻のところが沈み込んでるんで、はいはい、割と快適ですよね、快適ですよ、座り心地すごくいいです、左右のスペースも結構ありますので、うん、広いですね、はい、圧迫感ないですよ、そんなに窮屈な感じは、うん、はい、しないんじゃないかなと思います、 そうですね、そして装備的なものでいくと、うん、エアコンの吹き出し、はい、調整はないんですね、うん、でこの中に
小物入れが、はい、でシガーソケットが2つですかね。そうです、こんな感じでそうなっております、うんうん、はい、ここも全部レーザーですからね、うん、そう、はい、こっちないですよね。あ、なんかあ、な何かがあるようなないような感じしない、なんだろう、これはこれのメカじゃないですか。あ、そういうことですね、はい、割と奥まであります、うん、はい、中も全部貼ってありますからね。ね、はい、そして、うん、アームレストは出していただければこんな感じで、はい、あれこんな大きかったんでしたっけ、うん、はい、あれ、うん、なんかもうちょっとこう簡単なやつのイメージでした。え、でもほら、あのドリンクホルダーもあるから。ああ、なるほど、一応深さはね、はい、これもしっかり、はい、はい、こんな感じになっております。はい、そしてルーフのスペースに関しては、うん、やっぱりちょっと後ろが下がってるデザインなんで、うん、僕身長175ですけど拳1個は入らないかなって、うん、ただ当たっちゃうことはないです。多分185センチは無理ですね。180センチぐらいまでであれば普通に座れるのかなっていう感じがします、はい、はい、そして後ろのスペースはやっぱりこうさらにこう下がっていってるんで、まあ、ちょっと狭いのかなと、うん、はい、でシェードが、63の場合標準でついてくると、はい、そうです、はい、ただパノラマもついてるんで、うん、まあ、思ったよりは全然、はい、うん、快適かな。快適ですよ、はいはい、こんなリアシートになっております。はい、じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います。でトランクの前に僕あのつい先日、うん、走ってるところを見て思ったんですけど、これリアのウィンドウの形って改めて見るとめちゃめちゃ独特じゃないですか、このおにぎり型。確かに言われて、普通だったらこうシュッてなってるところが本当ですね、はい、っていうどうでもいい話です、はい、そしてトランクがこう外から開けたりとかってできないんですよね、はい、足か運転席、はい、ドアポケットの上のスイッチを引いていただく感じになると思います、うん、で開けるのも、はいはい、閉めるのも、うん、はい、できると。できると、はい、これどうなんですかね、外からこう手で開けられないっていうのは。なんかこう欲しいですよね、うんうん、そしてトランクの広さ的には、はい、S ってもともとなんかもうセダンもクーペも、うん、そんなにめちゃくちゃ広いわけじゃないんですよね。そうですね、まあ、狭くはないですけど、うん、まあ、ほぼほぼセダンも共通ですかね、クーペと。あとはまあ横に関しては割とスペース取れるんで、はい、まあ、人数分の荷物は十分以上に詰めるのかなっていう感じはします。はい、そしてこの下にも少しスペースが、はいはい、ありまして、うん、手前からだけですけど割と深いんで、はい、まあいろいろ使っていただけるのかな、はい、あとバンク修理キットともろもろ入ってる感じです、うん、そうです。じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います、はい、エンジンルームが、一応前期になるんで 5.5 リッター、そうです、後期が4リッターにダウンサイジングされて、はいはい、一気に 1500cc ですからね、うん、結構この辺は好みもそうだし、まあ、あと乗り味にはかなり影響してくる部分じゃないかなと思います、うんうん、で一応型式の方が M157、はい、後期が177になるということで、まあ、その辺の違いがあったりするのが、うん、でもう毎回触れてるところですけど AMG ですから一人の職人の方が一人でエンジンを組み立てて、はい、サインが入ってるタイプになります。そして馬力の方が585馬力、はい、でトルクが900ニュートン、うん、そして、トルクがかなり下の方から出るタイプのエンジンらしいですよね、はい、まあ、大排気量ならではの、うん、2250回転から3750回転で、うん、はい、まあ、常用域でまあ、ピークトルクが出るような設計になってるんで非常に乗りやすいと。乗りやすいですね、うん、まあ、大排気量は概ね全般そうだと思うんですけど、ただじゃあ低回転だけかというと、うん、回した時のこの音、はい、はい、最高なんですよ ね最高ですね。ちょっとこれはこの後乗ってみたいと思います。そうですね。そしてあとはミッションの方が7速の MCT、はい、マルチクラッチの、はい、トランスミッション、はい、でこれが AMG スピードシフト、うん、標準 の550とか9速なんですよね、うん、そうなんですよ。ギア的には少なくなってますけれども、より大きな馬力を受け止めるための、まあ、ギアの減少っていうことだと思います。であとフォーマジックの方で、うん、これもちょっと何度かご紹介させていただいている内容だと思うんですけど、一応45対55の、4駆のところ、状況に合わせて0、100まで持っていけるようなシステムになってますので、はい、まあ、そこは AMG ですから、うん、走りの方も抜かりないんじゃないかなと。そうですね、思います、はい、続いて電動周り見てみたいと思います。お願いします。
続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。さっき僕、シル見て知ったんですけど、これもスワロフスキーだったんですよ。そうです。あ、そうなんですか、はい、ただのちょっとこうクラシックの飾りかなと、じゃないんですね。違います。スワロフスキーパッケージ付きはこれが付いてます。あ、そうなんですか、はい、あれ、傷つけた。いやいやいや、違う付いてます。参りましょう。はい、はい、ちょっとじゃあ車庫開けましょうか。はい。いや僕ちょっと他の動画でも言ってるんですけど、はい、前期良くないですか。いや、前期売りたいとかそういうんじゃなくて、うん、マイチェンで 1500cc もちっちゃくなっちゃう車が、うん、過去ありましたでしょうか。本当ですよね。いろんな難しい問題があるんでしょうけど、はい、残念ですよね。いや、もう正直言うとそうです、うん、ただ後期の、ありがたいことに後期たくさん乗せていただいたんですよ、いろんな、はいはい、63シリーズの、うん、後期は後期で乗るとびっくりしますよね。まあまあそうですね。1500cc ダウンを感じさせないこう頭の良さというか、まあそうですね、味付けというか、うん、ただやっぱりその最終的にはお好みの問題で選んでいただければいいと思うんですけど、はい、V8 5.5 のこのトルク感というんですかね。そうなんですよ、うん、なのに高回転まで軽く吹けちゃうっていう、はい、なんていうのかね、こう本当。後期は後期でめちゃくちゃよくできてます。いや、いいと思いますよ。すげえ乗りやすいし、うん、車がとてもスマートですよね、後期って、はい、ある意味賢いじゃないですか、はい、でもやっぱり前期って侮れないんですよ、この5500は。でも車的にはもうなんかメカニズム的にはもう完成してるじゃないですか。そうですね。味は正直、うん、前期の方がらしいなと思うんですよね、うん、63の 5.5 リッターの方が、はい、正確には5461でしょ。そうですね、うん、音と、はい、うわーっていう、うん、このトルクか。そう、トルクもすごい下の方から出てるんですよね。そうですね。でも、なんていうんですかね、もう感じれるじゃないですか、はい、このパンチを。そうなんですよ。それがたまんないですね、乗り比べると。はい、最初に乗ったのが、うん、後期だったかな、うん、なんかレビューしたら確か後期は先だったと思うんですよ。あ、そうなの。確か、うん、でそれから改めて前期乗って、うん、ものすごい感心しちゃって、うん、こんなに違うのかって。この先に参りましょう、うん、おいい音しますね。はい、初っ端からスポーツなんで、はい、スポーツモードのこのリトムオーバーの、うん、ちょっと前期の良さを伝えたいと思います、うん、そうですね。と思ったら土方さん、残念なことに S クーペってもう、うん、終了らしいですよね。そこが、はい、もう皆さんに乗っていただきたいです。そうですね、はい、現行でクーペ出るのかなと思ったらもう作らないみたいですね。そう、クーペすらね、はい、カブリオレは当初からもう作らないよって話だったもんね。あ、そうなんですか。そうなの、S カブリオレは。ただ SL が今度すごい気合入ってるんですよね。そうなんです。だからもうなんかこう言ってしまうと S クーペ、S カブリオレ、今までの SL、はい、なんか融合してしまったような使い勝手も良くという。大きいのが S クーペで、うん、ちょっと小ぶりにしたのが SL みたいな位置づけだったんですけど、うんうん、はい、統合された感じで。そうですね。だからこのでかい CL 後継のこの S クーペはもうこれでとりあえず最後って言われてますから、はい、でこれ自体もなんか久しぶりのあれ S クーペだったらしいですよね。そうなんですよ。ですよね、はい、ずっと CL できてましたからね。そうですね。でここに来て、はい、そう140で1回 S クーペという形は終わったのかな。はい、確か、はい、そうですよね。220の時からもうそうあれですよね、うん、CL ですよね。そうです。僕の同級生乗ってましたもん。もういいですね。羨ましい。当時のやつは結構故障とかもあって。ありましたね。ただこれに関してはもう結構完成されてるじゃないですか。そうなんですよ。安心して長距離使っていただけますしね。
だってもう装備も改めて僕拾おうと思って、うん、あのオプションリスト見たんですよ、はい、全部ついてるじゃないですか。そうなのよ、うん、でもパッケージダイナミックパッケージついてるかついてないかみたいな。そうです、はい、そのぐらいの違いしかないっていう。そうですね。だこれをもう本当に2人で使う、ほぼ2人じゃないですか、うん、めちゃめちゃ贅沢ですよね。いや超贅沢ですよ。でセダンよりなんか短いらしいですよね。はい、なんで取り回しいいですよね、やっぱりクーペは。大人4人ゆったり取れるし。そうなんですよ、うん、普通に4シーターのなんかクーペみたいな。そうですね、はい、後ろが普通に使えちゃうのいいですよね、はい、あとはなんといってもこれ前期の 5.5 リッターじゃないですか、うん、はい、怒涛のトルクがたまんないです。本当に後期は後期でこの頭の良さというか出来の良さがすごく感じるんですけど、はい、うんうん、前期のこの重厚感ね、めっちゃ感じますよね。感じます。特に僕 GLS の前期乗せてもらった時びっくりして、うん、全然前期なんかもう音いいしトルク感あるし、うん、なんか車は、まあ、とにかく GLS でかいっていうのもあって、うん、なんかこう車のキャラクターとすごく合ってんなと思ったんですよね、うん、確かにね、うん、怒涛のトルクでフワッていく。そうだね。でやっぱりこう排気量の大きい V8 でトルクがあってって考えるとやっぱり当然アメ車ね意識しちゃうじゃないですか、はい、でも僕ねあの忘れもしないですよ、ベンツのその V8 初めて乗った時、はい、わすごいトルク感だしエンジン綺麗に回るしっていうのが初めての乗った V8 の印象でしたね。その乗った初めて乗ったのは W126 の 500SEL っていう車だったんですけど、もういかにも V8 っていうトルクがありながら綺麗に回るんで、その時こう自分の所有でアメ車の V8 排気量大きいの乗ってたんですけど、あもう全然違う、洗練されてるっていう印象でしたね。でトルクもだいたい2200ぐらいから3000いくつか、うん、3700ぐらいまでいったら、はい、うん、ほぼ 前半でピークトルクが出るという、うん、で今スポーツモードにしちゃったんですけど、それこそコンフォートだったら、うん、あ全然いいですね。 OS クラスですよね。あ、はい、このソファーのようなね、はい、シートに座ってシートでね、でベンチレーションもついててシートヒーターもついてて、うん、はい、でアダプティブシートだから、はい、なんかこう最初ちょっとねあのこそばゆいんですけど、はいはいはい、はい、なんかシートに任せると意外とホールド感がたっぷりで安心です。そしてコーナーがこの逆ロールするやつを、うん、はい、ちょっとじゃあコーナー突っ込んでいきたいと思います、うん、もう本当になんか頭良すぎて出来が良すぎてなんかもうあのコメントに困るんですよね。あのそうなんですよねじゃあ何をどう言うかっていうとなかなか難しくて、はい、トータルバランスがすごい良すぎちゃうから。これがだって新車の半額で買えるんですよ。いやすごいよね。さあコーナーに、重さを感じるんですよ、うん、重さはもちろん、うんうん、けど なんだろうな、どんくさくないんですよね全然。そうで分かります。ふわっていう、うん、本当に船乗ってるみたいな、うん、なんかもう安心感と、うん、こう身を任せられる感じと、うん、でひとたびアクセル踏めば、うん、おいいね、音いいね、めっちゃいいっすよね前期。いやめっちゃいい。だから本当にそれこそ3000以上キープした走ったらとんでもない走りできますよね。とんでもないですね。いやでもね、ドロドロしすぎてない V8 感というか、はい、なんか適度に V8 な感じで、なんかそうですね、フィーリング的には本当 音を聞くと重々しい感じするのかもしれないですけど、走りのフィーリングって軽い感じはしますよね。めっちゃスムーズですよ ね、うん、でまた CES 全然同じエンジンキャラクター違いますよね。そうなのよ、うん、まず後期もそうだし、うん、すごいな。この先で左からの合流があります。いいですね。いいですね、うん、でまたブレーキもめっちゃ効くんですよ、はい、なんかもう前回乗ったマクラーレンとちょっとこの対極なところもあり、うん、
通じるちょっとこのスポーツのところもあり、うん、はい、もう車にもう身を委ねてこう、そうですね、はい、なんかねこうメルセデスベンツじゃないですか、はい、AMG といえども、はい、だからこう先進性というんですかね、はい、こうある意味その前にも土と話したように予防っていうか防御、はい、なんていうのかな、こう予測しながらみたいないろんなことをっていう考えるメーカーじゃないですか。だからエアバッグも早くね、つけたりとか、ね、あとは足回りもね、カメラで見ながら、はい、その路面の状況を拾ってあらかじめそこに到達するまでに足をこう瞬時に変えていくみたいなセッティングが得意なメーカーですよね。そういうのを考えていくとマクラーレンってどちらかというとメカニカルグリップありきなんですけど、はい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 、AMG っていうのはそこにプラス安全性で電子デバイス、はい、その時の電子デバイスだったりとかドライバーに負荷をかけないで、より安全でっていう思考が強く読み取れるというか感じれますよね。ナイトビジョンとかもまさにそうですね。まさにそうですね、はいはい、で今じゃ当たり前になった、はい、ベンツ的に言うとディストロニック、はい、相当前から本国で使われてましたから ね、はい、追従式のレーダークルーズ、これ日本導入はすごく遅れましたけど本国ではもう相当早い段階でねキーレスゴーもあったしディストロニックもあったしっていう先進的な開発、うんうん、電子パーツの開発も抜かりないメーカーですからね。やっぱり結局ドライバーの負担を軽減して、うん、その分その安全に運転できるようにっていう、そうですね、はい、僕はメルセデスミュージアム行かせてもらって、うん、メルセデスミュージアムって上からこう回ってくるんですよ、うん、もうエレベーター乗ってとにかく一番上まで行くんですよ一旦、うんうん、でこう年代に応じてこうぐるぐる回りながら降りてくるミュージアムなんですよ、うん、でも一番最初のその何ですか馬車みたいなのにエンジン積んである、はい、もっと言ったらもう馬も展示してあるんですよ、はい、なるほど。でそこから始まってって、まあ、車の進化あり、うん、そのなんか安全性だけを展示したブースもあるんですよ。ブースっていうかそのエリアも、もうメルセデスはそのエアバッグの最初に、うん、一番最初っていうかその、うん、先駆けて採用しましたとか、うん、これもこういうようになってますとかっていうのを、うん、もうそれすげえなと思って、うん、当然だけど ABS とかも早かったしね。だから車の進化を全部一からやってきて、うん、もうその快適に人が移動するっていうところにも、うん、ずっとやってきたメーカーっていうのを、うん、改めてすげえなと思ったんですよ。そうだよね。でこうヨーロッパの国々だったりとか、はい、アメリカだったりとかって日本の文化と違うので車になっていく段階で当然馬じゃないですか、はい、馬車とか、はい、で日本ってそういった意味ではカゴ文化ってよく言われるんですけど、はいはい、乗せてもらう、はあ、確かにそうかもしれないですね、うん、ただヨーロッパは自分でどれだけ安全で、はい、自分のなりのペースで、はい、馬をこうの馬に乗って家族馬車に乗せてみたいな、はい、そんなイメージなんですって。へっていうのをよく私も、まあ、この業界の先輩とかに、確かにそうかもしれないですね、うん、だから分かりやすいのはそういう説明がいいかねなんてよく言われたんですけどね、馬車の文化なのか、はい、カゴの文化なのかっていう、どっちかっていうとだからなんか国産車ってなんか部屋って言っちゃあれですけど、うん、なんかそういうイメージありますよね。そうですよね、はい、この快適な空間、はい、静かで乗り心地よくて、そうですね、うん、そもそも家もそうですからね、うん、日本とその海外のって、うん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 、そうなの。いやもう靴脱ぐじゃないですか。あ、そういうことね、はい、はいはいはい、で基本的に中と外の区別が海外ないじゃないですか。ないですね、はい、で日本ってもう家の中と車の外って、うん、もう完全に別、はい、はい、そうですね、確かにそう考えるとそうかもしれないですね、うん、そうすると同じとこ目指しててもアプローチの仕方だいぶ変わってきますよね。そうなんですよ。だから結果、はい、こうある意味対極なところにいたりするのかもしれないですよね。何の不満もございません本当に。もう皆さん見ててつまんないと思いますけど、はい、別にこの個体に対して何かを言うってこともあまりないですね、はいはい、まあ、車のレビューするとすれば、はい、まあ、インチアップしてる分、うん、多少のこの何ていうんですか入力硬いとまで言わないですけど、うん、まあ、ちょっとその
タイヤが薄い感は多少は感じます。そうですね、はい、段差の時にね、はい、だ全然許容範囲です、はい、全然、はい、普通に乗れちゃいます、はい、うん、あの今時ノーマルも硬いんで。そうですね、まあ、はい、あとはリムがちょっと出てるんで、まあ、段差少し気をつける必要があるのかなっていうところと、はい、そうですね、はい、うん、でも車はもう本当に何だったら S クラスよりかも本当にこう全長も短いし、うん、はい、スポーティーな味付けになってるんで、うん、ドライバーズカー要素がすごく高まってるんで、うん、運転する楽しさもしっかりありますよね。ありますよ。で快適性は S クラスのまま保ってるわけじゃないですか。だからこれすげえと思うんですよね本当に、うん、いやもうちょっと行っちゃってるのがいいぜっていう人はもう GT 買ってもらってですね、はい、はい、これはなもう 5.5 リッター超えしかないですよ、うん、いやあれだね、一番こうこのダイナミックシートあるあるですけど、はい、初めて助手席というか初めてこの車に乗った人たちは、はい、笑っちゃいますよねおーっつって、はい、それを見るのがまた楽しかったりして、まあ、前期後期 の, そのビジュアル的な違いも結構あるんで、まあ、そこは好みかなと思うんですよね、はい、僕、まあそうですね、外装 の, そのパナメリカーナとか、うん、テールランプだったりとか、うん、まあ、結構かっこよくなったじゃないですか後期で、はい、であとはまあステアリングなんかも違うし、そうです、あとキーは、うん、まあ、正直言っていいですか、はい、キーは僕はちょっと後期の方がいいなって思っちゃいます、はいはい、僕は、はい、じゃあ僕的に言わせてもらうと、はい、後期の鍵はやっぱり洗練されてるデザインでかっこいいんですけど、はい、どっちにしてもでかい、ベンツのキーって、確かに確かにそれありますね、うんうん、まあ、いろんな理由があるのかもしれないですけど、もうちょっとちっちゃくできないのかなとか、もうちょっと軽くできないのかなみたいな、はいはい、いつもあれじゃないですか、軽すぎるとまたそのチープな感じというか、それはあるよね、うん、だ適度な重量と、うんうん、でもそれにしても大きいし重すぎますよ、確かに、うん、まあ、出すかって言ったらもう今全部スマートキーだから出さないんですけど、そうですね、うん、コンフォートだとこれ結構随分っていうか踏み込んでっても、うん、キックダウンしないよね、しないですね、うん、表現しないですよあんまり、はい、コンフォートなんで、そうですよね、はい、スポーツにして、はい、もう笑っちゃうぐらいのもうこの蹴飛ばされる家族と、けどどこまで行ってもなんか穏やかですね、穏やかですね、挙動がね穏やかだよね、あの加速してもなんかおっていう感じしないし、そう、もう怒涛の馬力とトルクで、うんうん、トルクだって900ニュートンですよね、えすごいね、この先に右からの合流があります、バラ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 っつって、うん、安心して踏み切れますよ、快適、踏み切れるっつっても飛ばせないからな日本じゃ、そうですね、はい、そこは残念だけど、でもやっぱりそこまで見越して作ってあるから、うん、剛性あるしブレーキ効くし、うん、はあ、いろんなサポート先回りして車がやってくれるし、そうですね、はあ、乗った瞬間の守られてる感はすごいよね、そうですね、走り出して、また現行クーペないってことなんですけど、うん、なんかこうデザインがこうまだ結構ガラッと変えてきたじゃないですか、うん、223で、うん、だその辺はちょっとこう何ですか、あるいい意味でこう分かれてていいのかなっていう気がしますけどね、うん、確かに、うん、そうですね、いやツードアクーペこういうビッグサイズクーペが好きで、はい、V8 のエンジンが好きな人は絶対乗っとくべきですよ、そうですよね、はい、絶対乗っとくべき、おーっちょっとだから AMG の工場も行ってみたいですよね、僕、ああいいですね、行ってみたいですね、見たいですよね、うん、このエンジン組み立ててるところと、うん、だからメーカー規模でそれやってるのって本当すげえなと思いますよ、うん、もともと本来こう一台一台オーダーして作るようなメーカーでしたからね、そうですよね、うん、いや僕らの知らないところで、はい、例えばアラブ諸国だったりすると、はい、とんでもないコンプリとか上がったりとか、はいはいはい、イタリア向けで例えば、
ね、ドイツ本国だとかみたいに、はい、最高速に特化しなければ、はい、あのコンプリートエンジンだけどミッションはギア比低いものを積んでイタリア向けにしたりとかっていう車もあったりとか、すごい多岐にわたるらしかったんですよ昔は、昔の AMG ですか。そうですね、うん、今は割とブラバスがそれに近いようなことやってますよね。あ、そうなんですか、はい、メルセデスのその特殊な車両、うん、プルマンとか防弾仕様とか、はいはい、あとその特殊なエンジン仕様のやつはブラバスが結構つけてたんです。へえー、でももう完全にあの AMG もメルセデスグループのスポーツ部門というか、メルセデス AMG ですから、ね、そうですね。めっちゃいい音してるんですよ、ね、いい音だね、快適、うん、こういう、はい、一つ間違えるとスポーツカーというよりもラグジュアリー寄りの車でこう楽しめるのってね、ないですからね、なかなか。そうですね、うん、このサイズで、うん、また BM の8ちょっとまた違いますし、ね、また違うんだよね、うん、うん、ちょっとスポーツテイストかラグジュアリーテイストももちろんあるんですけど、うん、そうだし、うん、まあ、レクサスの LC なんかもありますけど、ちょっとまたまたちょっと違うんですよね。そうですね、 LC は LC でね、絶対的なパワーを求めないその感覚に訴えかけるトヨタなりの解釈っていうんですかね、で作られてる車だし、あれはあれでこだわりがあってすごくいいですね。だって今だけ NA5 リッターですよね、しかもトヨタがって考えたらすごいよね、はい、うん、今のトヨタの社長だからあの LC も生き続いてるのかなっていう気はしますけどね。すごくいいですね、やっぱりこの大人のツードアクーペっていうんですか、いいな、うん、あれ買う、いいっす乗るとみんな欲しかないあ、そうだよね、本当だよ、何でも欲しくなっちゃうよ、どうにかしてよ。そうっすよね、うん、いやでもいいの乗りすぎてる気がします僕、うん、はい、だって紹介させていただく機会もだって何よりメルセデス63が一番多いんですよそんなことあります、生意気な話だもんね、ほんとね、もう本当に生意気で恐縮ですよ、うん、いやでもありがたいですよ、もうだってこの内装フルレザーパック、フルレザーが標準みたいなね、はい、そうだよ、感覚、当たり前の感覚になっちゃってるもんね。でもすげえっすよこれ、全部だってレザーで、うん、うわ小回り効くわ、相変わらず余裕ですね、余裕ですね、はい、でこのシームレスにつながるデザインと、はいはい、だと僕いつもこう運転席に乗って驚かされるのは、うん、これだけこう立体的なこうラウンドしたりしてるダッシュボードなのに、うん、ここのラインに関しては水平なんですよ、うん、こだわりなんだねやっぱり、うん、で運転席のこのメーターフードのとこ出っ張ってるってこともないし、うん、そこそんなにえぐられてんのにそっちまでビーッとこのなんだってこのウィンドウの下の黒いラインが全部見えるっていう、うんうんうん、全然視界を遮られないし、うん、左右差がない、うん、で後ろも全部、うん、でまたメルセデスって BM と違ってこうウィンドウのとこ上げないじゃないですか、だから C ピラーの後ろの方までこう死角はないんですよね。ああ、そういうことね、そうはいはいはい、確かに、だからちょっと振り返ればもう全然死角のとこ見えちゃうし、そうだよね、それにプラスして全部ブラインドもついてるじゃないですか、うんうん、で360度もですよ、はい、わあいいですね、これ超便利ですよね、うん、でかい車だから余計だな。今やでもこれが回ったりしますからね。どういうこと？テスラだっけな。うん、なんかこう車の外からこうビューンってカメラが回ってるような映像を出してるんですよ。ああそうなの？はい、あ、視覚も全部見えちゃうっていう。あ、じゃあ表で一周自分が回ってるような画像ってことね。そういう映画見れるんです。すごいね。昔はこの360度だって結構四角があったりこう絵が伸びちゃったりしておかしかった、はい、そうだよね今これ本当にだってよく見なきゃどうやって撮ってんですかっていう、うん、はい、
それぐらいの絵で見れて、うん、賢い。いやちゃんとなんか運転してる感、ドライバーズカーとしてこう運転してる感もあるし、うん、はい、いい車です。いい車ですね、はいはい、そして今回アメタンついてますから、かっこいいですね。めちゃくちゃブラックアウトもしてますし。そうです。もうあとは本当好みでいいのかなという、うん、はい、これやっぱりさ、はい、白いボディってこのね、ホイール映えるから映えるっすよね。わかります。なんかいいよね、うん、いや黒黒とかも俺好きですけど。ああいいですね、黒黒もね、もちろん、うん、めっちゃ爽やかな感じ、うん、なんかほらここ数年意外とさ黒一辺倒ってみたいな感じもあったから、はいはい、なんとなくね、はい、白もいいかなって最近すごく思いますね。爽やかです。うん、いやもう言うことないんですけど。もう言うことないですよ。マッサージとか使っておけばいいですか。うん、はい、そうだね。これでも動画だと誰にも伝わんないですよね。ああとかって。ああ気持ちいいですね。でもマッサージまではあの、うん、ご来店いただければ体感できますよ。そうです、はいはい、もちろん。なかなか試乗ってなってくるとこう最終段階じゃないとあれですけど。そうですね、はい、車の機能を試してみるっていうのは、うん、おおこんな豪華なクーペあります。本当だよ。ベンチレーションもあって、うん、そうだよ。ベンチレーションもある。運転席から助手席も全部操作できて、はい、そうなんだよね。そうっす。全部できちゃうっていう。すごいよね。あと僕もメルセデスいつも思うんですけど、うん、すごいと思うのは、うん、なんかこう、あ、こう、はい、こういう感じねっていう風にさせない。うん、どういうこと？ないですか？なんかブレーキの例えば。うん、ランボーとか乗って、うん、1回確認がなんかこう必要だったら分かります。分かります分かります。はい、利きをちょっとかあこのぐらいの利きねみたいな、あステアリングのキレがこんな感じね、重さこんな感じねみたいな、はい、全くないんですよ。ないですね。ないです、はい、だってうちの BM かみさん乗ってるやつなんて乗るたんびに、うん、あそうだハンドル重かったんだと思いますもんメルセデス絶対それないんですよね。確かに。特に S クラス、うん、なんかもう思った通りっていうか、うん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 、そのハンドルの重さだったり切れ角だったりとか、はいはいはい、なんかすごくこう ニュートラルというか、わ、うん、かりやすい、ね、はい、わかりやすい、想像通りというか、そう、そうなんですよ、そうなんですよ、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。いやーかっこよかったっすね。かっこいいですね。いや乗った感じいいね。パンチがある。走ってるのがまたいいんすよ。またいいね。乗ってもいいし外から見てもやっぱりこのポリッシュのホイールって、うん、こう走ってる時のこうキラッっていう、かっこいいね。でまた音がいい、いい、最高です。でもちろん後期もすごくよくできてるしすごく優秀なんですけど、うんうん、前期のやっぱりこの大排気量ってやっぱりちょっとなんかこう違いますよね。そう、なんかねこうどんどん来る感じの音、両方にかなり魅力があるんじゃないかなと。はい。そしてちょっと僕一番最初に触れるべきとこだったかもしれないですけど、うん、外装に関しても、うん、あのよくその車ってそのモデル以外にも世代があるじゃないですか、うん、でこの次のまあクーペなくなっちゃいましたけど、はい、223ってまた違う世代に突入してません？うん、そう、デザインも新たにね、はい、だからこの前回りのデザインも、うん、ほぼこう凹凸がなくなってるじゃないですか、はい、で凹凸があるこの立体的なこの顔つきって、うん、ここまでじゃないかなっていう、うん、そうだね。なんかさ、だっていろいろこうスクープされてるとか新たにデビューしてる車たちは意外とこうツルンとしてる車が増えてきてるもん ね。先日のレンジローバーなんかまさにそうだよね、うん、なんでまあかなり魅力が詰まった車だと思いますので、はい、ぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回はメルセデス AMG S63 クーペをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。